まずはエソトリックさんのお取り扱いのブランドについてお伺いしていきたいんですけれども、はい、まずは自社ブランドのエソトリック、はい、こちらが今年35周年を迎えられたということで、はいはい、改めてブランドについて教えていただけますでしょうか。はい、エソトリックブランドはですね、まあ、高級製品を扱っているんですけれども、まあ、プレイヤーをはじめ、はい、アンプまでですね、システム全体を作っております。モデルとしては、まあ、CD プレイヤーが一番お客様には有名かなと、まあ、知名度高いと思うんですけれども、はい、まあ、今年は新たにアナログプレイヤーも用意できましたので、はい、今回グランディオーソシリーズをお持ちしますので、はい、ぜひいい音をですね、はい、体感していただきたいと、はい、その他ですと輸入のブランドもあるということで、はい、メインになるブランドというのはどういったあたりになるんでしょうか。やはり一番お客様が長年親しまれているタンノイですね、はい、こちらがやはり我々扱ってだいぶ長いんですけれども、はいはい、同軸 2way という、はい、まあ、あのオリジナルのユニットがですね、はい、長年使っているモデルが、はい、今もプレステージというモデルがありますけれども、はい、まあ、これがお客様にとってやはりずっとこう、はい、信頼されている、うん、まあ、ブランドであり、はい、モデルだと思いますので、はい、今年もそれをお持ちしたいなと思っております、はい、まあ、あとはですね、アバンギャルド、はい、まあ、こちらもあのスピーカーなんですけれども、はい、ドイツのホーンスピーカーを扱っているところです、はい、ここ何年かはですねずっとモデルをお持ちしています、はいはい、今年もアバンギャルドをお持ちしますので、はい、まあ、タンノイと並んでスピーカー、はい、アバンギャルドも、ぜひ、聞いていただきたいなと思っております、はい、その他いつもこうなかなか陰ながらですねお客様の目に触れること少ないんですけれども、はい、実はケーブル、はい、それからカートリッジを扱っているバンデンハルと、はい、オランダのブランドがあります、はい、こちらもお持ちしますので、機器につなぐケーブルだったり、はい、で今回はアナログターンテーブルがございますので、はい、カートリッジをお持ちしたいなと思ってますので、はい、ぜひ期待していただきたいと思います、はい。でここからは東京インターナショナルオーディオショーの注目の新製品について深掘りしていきたいんですけれども、ソテリックさんのブランドの紹介の際にもお話を挙げていただきました。こちらのターンテーブルがブランド初のターンテーブルということでやはり注目の製品かと思います、はい、こちらの特徴についてぜひ加藤さんも交えてお話を、はい、聞かせていただきたいと思います。はい、開発の経緯からどういった、ね、どっちかというとエソテリックってデジタルのイメージが強いと思うんですけど、はいはいはい、やはりオーディオをやる中でアナログレコードの、うん、まあ、ビニールのレコードの音って、はい、ちょっと悔しいけど CD よりいいなと思う時がやっぱりあるんですよ、はい、でいつかねいい音で出してやりたいっていうのは思ってたんですけど、はいはい、やはりそういう要求がねちょっとお客様から結構多かったんで、はいはい、じゃあちょっとやってみようかっていうので、はい、何年5年ぐらい前から ね考えてたんですけど、はい、普通の製品出してもちょっと面白くないので、はい、こう回るときに普通モーターと、はい、プラッターを、うん、そうですね、ベルトとか、はい、まあ、またはね、モーターに直接ついたりとかっていうような、うん、駆動方式が一般的だと思うんですけど、はい、実は磁石の力を使って、はい、モーターとこのプラッターが触らない、うん、非接触で回すっていう仕組みを今回、うん、採用しました。うん、名前何でしたっけ？エソテリックマグネドライブ、システム。システム。システム。はい、はい、怪しいですね。怪しいですね。結構怪しいですね。名前つけるんですけど、はい、自分たちがなかなかいつも覚えられないっていうね。はい、はい、そんなねシステムを今回使ってます。はい、そして実は、はい、ご存知かな、ティアックっていう会社は、はい、実は過去にアナログターンテーブル手掛けてまして、はい、その際にマグネフロートっていう、うん、はい、まあ、プラッターを浮かすほどではないけども、はい、磁石の反発の力でプラッターの、荷重を減らすような、はい、そういうシステムを、はい、技術を持ってました、はい、今回実はそれも搭載しています。なるほど。で、まあ、雰囲気、まあ、僕手が大きいんであんまり目立たなくなっちゃうんですけど、はい、このプラッター19キロ、はい、重さがあるんですけども、はい、19キロなんですけどもマグネフロートの磁石の反発の力で、うん、4キロの重さまでこう荷重を減らすような15キロ分こう反発させるようなね、はいはい、そうですね、そういう仕掛けが実はあります。これがその35年の記念モデルっていうことですね。そうですね、はい、はい、
あっという間なんですね、35年はね。まあ、まだ僕らは会社にいなかったですけどね。そうですね。はい、その5年を経て、ついに発売というこの製品、注目していただきたいです、はい。はい、よろしくお願いします。続いての新製品も同じくエストリックブランドからということで、はい、こちらもショーの開幕直前に発売されたばかりの、はい、こちらのステレオパワーアンプということですけれども、はい、こちらの特徴はどういったところでしょうか。ですね、こちらにあるのが N05XD という、はいはい、ネットワークと DA コンバータとプリアンプが内蔵されているんですが、はい、まあ、これとセットで使える05というシリーズのパワーアンプになりますね、はいはい、で05というシリーズは今までなかったので、うん、これで、ネットワークのいい音が聞ける、うん、というパワーアンプですね、はい、今までよりちょっと小ぶりにしてます、うん、ただ音質的には加藤さんですね、かなり良くなってますよね。結構いいですよ、はい、うん、思いのほかねよくできちゃったんでぜひね会場で聞いていただきたいんですよ、はいはい、でね、このたたずまいですかね、はい、2箱プラス、うん、まあ、今タンノイ置いてますけど、はいはいはい、スピーカーってことで、うん、結構シンプルにシステムが出来上がるんで、うん、いい音出るんじゃないかなって思ってます、はいはい、先ほど音が良くなったというふうにおっしゃっていただきましたけど、そのポイントはどういったところが、はい、そうですね、M1X っていうグランディオーソの、はいはい、まあ、大きなアンプなんですけど、そうですね、はい、まあ、その設計をやる中で、まあ、いくつかやっぱり毎回発見があるんですけど、はい、その発見をやっぱり下位のモデルであっても、はい、うん、惜しみなくこう、はい、投入していくというような部分が一番、はい、ね、今回良くなったポイントかなと思ってます、はい、なるほど、はい、あと電流電装がね、そうですね、うん、エソテリック独自の ES リンクアナログという、はいはい、まあ、電流でねオーディオ信号と、うん、伝送しようというような、はい、接続に今回対応してますんで、はい、まあ、小さくてもそういう伝送で、はい、スケール感の音を、うん、スケール感のある音を、ね、はい、出していきたいと思ってます、はいはい、で当日は実際にこの05シリーズで視聴ができるということですね、はい、そうですね、はいはい、当日の組み合わせですけれども、今こちらにはタンノイのスピーカーがありますけれども、はい、こちらも含めてというシステムで聞くことができるんでしょうか、はい、そうですね、05シリーズということでですね、はい、まあ、ちょうど適切なサイズ感ということでですね、はい、タンノイのターンベリーというモデルを今ちょっと用意してますが、はい、当日もこのスピーカーをですね、はい、お持ちしようかなと思っています、はいはい、やはりこのデュアルコンセントリックですね、うん、はい、同軸というのがもうタンノイの売りなので、はい、まあ、その良さをですね、まあ、会場でも出したいなと思ってます、はいはいはい、僕ね大好きなんですよタンノイ。なるほど、じゃあこの組み合わせはもうそうなんですよ、おすすめの、うん、ね、最近のスピーカーって箱は鳴らないようにしようみたいなね、はい、多いですよね、考え方が多いんですけど、はい、このタンノイはやっぱり伝統的に、はい、この美しい、まあ、木のね家具調のこの箱ごと鳴らしていこうというような、はい、そういう趣向のスピーカーなんで、はい、まあ、皆さんご存知だと思いますけども、僕大好きな、はい、タンノイで、S0 を聴いていただきたいと思います。この組み合わせは注目ですね、はい、はい、最後の製品ですけれども、このスケール感のあるスピーカーということで、ちょっと私も今日視聴室にお邪魔してドアを開けた瞬間に思わず、はいはい、わっていう声が出てしまうこのスピーカーですけれども、はい、こちらの製品についてぜひ教えてください。はい、おそらく今までもですね、保温スピーカーをお持ちしているので、はい、パッと見た瞬間に、あ、いつもと同じアバンギャルドかなというふうに思うと思うんですが、よく見ていただくと、ちょっとデザインが違う。はい。そっちも楽かなと思うんですが、はい、今回、新しくなりましてですね、はい、トリオ G3 ということで、はい、3世代目なんです、ね。はい。ジェネレーション3ですね。3。はい。なので、中身も見た目も、新しくですね、はい、さらに重くなっています。はい。これを、最後の製品でちょっとご紹介させていただきたいなと思っています、はいはい、まあ、インターナショナルオーディオショーにこれを持ちたいなと思いますいや、私も純粋に気になるポイントは、はい、これをどうあの会場に運ぶんだろうっていうところが、はい、結構気になる方も多いと思うんですけれども、はい、多分あれです、ピラミッドをこう、はい、作った人みたいな感じで、あ、なるほど、その構造と同じ転がして引っ張ってみたいな世界ですね、はい、これ、はい、本当にそうなんですよね、ゴロゴロ持っていくんですけど、はい、なかなかこういう大きさなので、
普段こうお店ですとか、はい、普通を聞いてくださいと、はい、ここにありますっていうご紹介はできるんですけど、さすがにこのクラスだとないので、はい、今回だけはやはりこの東京インターナショナルオーディオショーにぜひ来ていただいてですね、この、めったにないと思うんですよ。そうですね。ショーならでは見れる製品ですよね。はい。はい、なので、このスピーカーをぜひ聴きに来ていただきたいですし、はい、まあ、このシリーズ展開としてはですね、はい、実はこれトリオというフラッグシップモデルなんですけど、はい、この下にデュオとかウノという、もう少し小ぶりのモデルが今後展開していきますので、はい、まあ、そういった意味でもですね、はい、ぜひこの最新型というのを見て聴いていただきたいなと思っております。はい、そうです。はい、今このあるシステムで、だいたい何メートルですかね ?5 メートル弱ぐらい。僕ら小さいわけじゃないんで。そうですよね。僕もあの、180センチあるんで、はい、あの、だいたい畳縦だと思ってください、僕は。江戸間の縦だと思っていただいて。はい。はい、そう見えないですよね、今。わざと僕も引き気味にいますけど。はい。寄ってますけど、はい。いや、本当にこのスケール感を生でぜひ皆さんに。体感していただきたいと、ね。この大きさだから出る音があるんです。あるんですね。そうですよね。この大きさだから。はい。それをぜひね、はい、国際フォーラムで聞いていただきたいなと思います。はい。ちょっとやはりどうしてもこのスケール感が、の圧倒的な部分があるので、はい、そちらのお話になってしまいがちなんですけども、はい、やっぱりサウンド面もやっぱりスピーカーですので、はい、皆さん気になるポイントだと思います。まあ、もうちょっとね、はい、詳しく教えてください。実は、中身が、まあ、新しくなってますってお話しましたけど、はい、本当にユニットごとですね、マグネットも強化されたり、実はこれはオプションでアンプも内蔵できるんですね。はい、ですから今までのアバンギャルドは、まあ、実は真ん中にあるのが、まあ、低域を出すウーハー部分なんですけれども、はい、まあ、ここはアクティブで動いています。で、こちら側はパッシブで動かせますし、うんうん、はい、オプションでアンプを入れてですね、はい、フルアクティブで動かすこともできます。で、中身がかなり音を追求したので、はい、今回実は今まで聞いていただいた音とはかなり違ってる良さが、はい、あると思います。大きい音でももちろん鳴らしますけど、うん、実は小さい音、うんうん、そんな曲もですね、ちょっと選んでセレクトして、ぜひ聴いていただきたいなと思うので、はい、うん、会場でいろんな曲をかけたいと思ってます。はい、そして当日のブースの、イベントについてですけれども、皆さん試聴会ですとか講演会が気になるかと思います。はい、そういったあたりは今年はいかがでしょうか。はい、今年もですね、加藤はじめ開発陣もおりますので、この辺は、一コマ一コマですね、はい、まあ、このアバンギャルドのスピーカーはもちろん、はい、タンノイもありますし、はい、スピーカーを変えながら、はい、主にはグランディオーソという、はい、エソテリックの、まあ、フラッグシップモデルですね。はい、こちらを使ってですね、プレイヤーアンプ、それからこのトリオ、うん、そして新製品のアナログターンテーブル、はいはい、この辺を順番にですね、かけていこうかなと思ってます。はい、もちろん加藤とですね、そのちょっと漫談形式も、はい、そちらも注目のポイントですね。この辺の製品を詳しくですね、話を聞いていきたいなと思ってますけど、だいたいね、なんか僕は言い過ぎて後で怒られるんですけど、はい、あのなんか言っちゃいけないこともたまに言っちゃうタイプです。はい。ぜひその当日楽しみにしていただければと思います。そうですね。事前にスケジュールっていうのは皆さん把握できるものなんでしょうか。はい。弊社のですね、はい、ホームページの方に、はい、詳しくこのスケジュールを入れますので、ぜひそこを確認いただいて、はい。そうするとスピーカーもわかりますし、はい、製品わかりますので、はい、確認していただいてお越しいただければ。そうですね。はい。はい、これまでですね、今年の注目の新製品を中心にお伺いしてきましたけれども、はい、その先の動向なんかも気になる方多いと思いますが、いかがでしょうか。はい、当然、うん、今回新製品のアナログターンテーブルが出ましたからね、はい、それにまつわる、まつわるね、まあ関係するね関係する機材をね、まあ、あのね、いろいろフォノイコライザーとか、はい、言っちゃいましたね。言っちゃいましたね。そういうのもね、はい、考えてます。はい、あとは05、はい、私ども、はい、プレイヤーもありますし、はい、まあ、今回 N05XD に、まあ、ついというか、はい、ペアの S05 というパワーアップ出しますが、はい、まあ、05シリーズの拡充もね、はい、そうですね、はい、ディスクリートダックを、はい、積んだ例の、はい、あれが、はい、例のね、あれが、はい、まあ、エソテリックといえば、あれが、はい、っていうのを僕が今頑張って作ってますんで、はい、なるほど、はい、ぜひ、はい、
その辺を確認して、はい今はい、貴重な情報が今聞けたと思いますので、はい、この先のエソテリックさんにもぜひ注目してもらいたいと思います、はい、では最後にですねこの動画をご覧のご来場店の皆様にぜひお一人様のメッセージをお願いしたいと思います。まず徳永さんからお願いします、はい今年の新製品グランディオソの T1 というアナログターンテーブル、まあ、グランディオソシリーズでここにありますぜひ、トリオ G3 この迫力あるスピーカーでですね弾いていただきたいと、まあ、それに作りと思いますのでぜひご来場お待ちしております。それで加藤さんお願いします。はい、アバンギャルドあり、タンノイあり、そしてエソテリックありと、バラエティに富んだブース、なんとか楽しいオーディオのイベントにしたいと思いますので、ぜひ国際フォーラムにお越しください。よろしくお願いいたします。ぜひ皆さん当日は楽しいエソテリックさんのブースに足を運んでいただきたいと思います。というわけで今回は株式会社エソテリックの加藤さんと徳永さんにお話を伺いいたしました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。